今日は藤井聡太さんのニュースを紹介するよ。今日のニュースはこちらだよ。藤井聡太さん、子供記者にの作り方を尋ねられる。将棋の藤井聡太王位が、佐々木大地七段の挑戦を受ける、第64期王位戦、7番勝負第4局が、15、16日、佐賀県嬉野市の、和田屋別荘、で、行われます。その前日の14日、同地で、前日見分と、前夜祭が行われました。その、前夜祭でのことです。可愛い子供記者から、こんな質問がされました。私は人見知りです。藤井さんは、小学生の頃は人見知りでしたか？今度、学校が統合してしまいます。どうやったら、すぐ友達が作れますか？と、友達の作り方を尋ねられました。その質問に対し、藤井聡太さんは、そうですね。私も、今もそうなんですけど、人見知りです。私は、子供の頃から将棋が好きだったので、それを通じて楽しいコミュニケーションができました。なので、共通の好きなことが見つけられると、楽しい学校生活ができるんじゃないかな、と思います。と、答えられました。全く予想していない質問で。と、たじたじでしたが、とても丁寧に回答されていました。さて、王位戦7番勝負では、藤井王位が、佐々木大地七段に3連勝しています。あと1勝で防衛です。そして、8月31日からは、ついに永瀬拓矢王座との、王座戦、が、始まります。八冠制覇に向けて、今後の藤井聡太さんに目が離せませんね。それでは今回の記事に対する世間の声を紹介していくよ。世間の声はこちらだよ。子供の作り方、じゃなくて、子供からの、友達の作り方、だったのね。そりゃ、たじたじするわ。と思ったら違った。タモリさんは、友達なんかいらない、って言ってましたね。友達100人で、きるかなぁ。あの歌やめた方がいいよ。藤井聡太さんは、子供からの何気ない質問にも丁寧に答えてあげるんだよね。藤井竜王の一番すごいところは、隙のないコメント、な気がしてきた。私も、藤井聡太さんと友達になりたい。これで今回の動画は終わりだよ。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくね。